修行でずっと帰れなかったけど、やっぱり家に帰れるのって幸せなんだな。でも、なんとか勝てそう。この先は何もなさそう。南極に行っちゃダメだよね。こんにちは。ありがとうございます。うん。はい。僕でも、なんとか勝てそう。
とか勝てそう。強そう。僕でもなんとか勝てそう。ごはんちゃんの体も良くなったみてえだし、みんなに顔を見せてくるといいだ。無天老師様も心配してたべ。わかった、僕ちょっと行ってくるよ。ずっと怖え目に遭ってたんだし、気晴らしにいろんなとこに行ってくるといいだよ。うん、ありがとうお母さん。用事が済んだら遅くならねえうちに帰るんだぞ。帰ったら早速勉強しなくちゃなんねえし。うん、そうだね。カメハウスのみんなに元気になったこと伝えなくちゃ。ありがとうございます。じゃあな。おーい、おーい。ん、この声は。おーい、聞こえるか。はい、聞こえています。確か、海王様ですよね。そうじゃ、孫悟空の息子よ、よく聞け。近くに大きな悪の気を感じるぞ。気
気をつけるんじゃ。わかりました。用心します。海王様が言った通りだ。近くに大きな悪の気を感じる。こいつ浮いてるぞ。君危ないぞ。そいつから離れるんだ。僕は大丈夫です。早く逃げてください。こんにちは。
でもなんとか勝てそう。お、ご飯か。すっかり元気になったようじゃな。はい。あれ、他の方たちはいないんですか？うん、ちょっと人探しに出ていてな。人探し？ランチさんという以前うちに居候しとった女の人はいるんじゃが、最近とんと頼りがなくての、天津飯を追いかけて出て行っただけに、サイヤ人との戦いに巻き込まれたりしとらんかと心配になってな。それでクリリンやブルマたちにあの戦いのあった場所に探しに行ってもらったんじゃが。何かあったんですか？さっきテレビを見とったら、西の都の中継映像にランチさんらしき人影が映ったんじゃ。じゃから西の都に行ってもらうためにクリリンたちの帰りを待っとるんじゃよ。そうなんですね。じゃあ僕が探しに行きましょうか。おお、それは助かるわい。ランチさんはとびきりの美人での、パーマがかかったボリュームのある青い髪をしておる。それからタンクトップに短パンのピチピチした格好をしておることが多いの。グフフ、思い出すだけでたまらんわい。おほん、性格はおっとりしてマイペースな人じゃ。おっとりしてマイペースな人ですね。わかりました。探してみます。よっ、
口ってここだよね。やらせないぞ。了解。あれ？いえ。はい。そんな、ありがとうございます。
ドラゴンボールを探しに行くぞ。叫んじゃねえ。やめてください。青い髪だし、格好も聞いていたのと同じだ。あの人がランチさんかな。なんか揉めてるみたいだけど。てめえら俺をなめてんのか。出すもん出しやがるって言ってんだよ。そんなこと言われても。な、何のことやら。蜂の巣にされねえとわかんねえみてえだな。いけない、ランチさん危ない。やめろ。気のくせにめちゃくちゃ強えじゃねえか。孫悟空みてえなやつだな。え、なんでお父さんのこと知って。悟空のガキだと。ならなんで俺の邪魔すんだよ。あいつらは俺の大事な地図を盗みやがったんだぞ。え、本当ですか。そのいい加減にしやがれ。これ以上しらばっくれてるとドタマ打ち抜くぞ。すいません、出来心だったんです。じゃあ、あなたはランチさんじゃないんですか。え、ランチは俺だ。でも
青い髪だって。いろいろ事情があるんだよ。ほら早く地図を出しやがれ。はい。そのこれで許してもらえます？うるせえ。死にたくなきゃとっととうせやがれ。ふざけた奴らだったぜ。とにかく地図が戻ってきたぞ。すいませんでした。そんなことはもうどうでもいいんだよ。この地図さえありゃあいつの家がわかるんだからな。あいつ？あんにゃろう修行であちこち移動してるからな。人捨てに探してたんだ。そうなんですね。今度こそ俺に惚れさせてやるぜ。よし待ってろよ。行っちゃった。とりあえず亀仙人さんに報告しなきゃ。ランチさんは見つかったんですけど、どこかに行って。ランチさんならさっき帰ってきたぞ。え、でも、あら、今呼びました？亀仙人さんが言っていた悟空さんの息子さんね。はじめまして。私ランチって言います。あなたがランチさんなんですか？さっき会ったのは金髪。それはもう一人の私ですね。私くしゃみをすると性格が入れ替わっちゃうみたいで、髪の色も変わるみたいなんです。性格が変わるんですか？そうなんですよ。体質なんでしょうかね。体質って言葉で片付けていいのかな。あ、そうか。ご飯にはこのことを伝え忘れとったわ。すまんすまん。ところで、もう一人の私が、いえ。でも、人を探すって言ってたから、まさかここにいるとは思わなく。そうなんですね。私も気がついたら、西の都のそばにいて、状況がわからなくて、とりあえずここに戻ってきたんです。そうなんですね。そうだ、もう一人の私がお世話になったみたいですし、よかったら料理を食べていきませんか？久しぶりに腕を振るおうと思ってまして。うん、せっかくや、一緒に食べていくといい。
Thank you.
さんのところにも行っておきたいけど、少し遅くなっちゃったかな。やっほー。いえ、あのさ、ありがとう。
そうね。あ、はい。お腹空いてきたかも。ごはんちゃん、もう帰ってきただか？あ、ごはんちゃん、もう帰ってきただか？あ、ごはんちゃん、もう帰ってきただか？そうか。そしたらブルマさんの宇宙船ができるまでじっくり勉強しねえとな。
サイヤ人たちとの激闘の末、地球は救われた。しかし、その代償はあまりにも大きかった。倒れた仲間たちの命を救える唯一の希望であるドラゴンボールもまた失われてしまった。しかし、神の故郷であるナメック星にもドラゴンボールが存在するとベジータの言葉から知ることができた。はるか昔、神の家だったという宇宙船を手に入れたゴハンたちはナメック星へと旅立つ決意をしたのだった。もしもし、あ、ブルマさん、こんにちは。あら、ごはんくん、ちょうどよかったわ。あのさ、実は例の宇宙船のことでちょっと相談があるんだけど。相談ですか？僕でいいんですか？ええ、よかったら西の都のカプセルコーポレーションに来てくれないかしら。はい、わかりました。相談ってなんだろう。とにかく西の都のカプセルコーポレーションに行かなきゃ。つかめ、新たな希望、遥かなるナメック星へ。もしかしてもう宇宙船ができたのかな。相談だなんて、僕に手伝えることなんかあるのかな。これからどうしようかな。手休みしよっと。
さんの家はどこかな。なあ、はあ、なあ、はい、サンキュー。気をつけた方が良さそうだな。じゃあな。あれ？ふう。な。よっ。
もう。え？あれ？なあ、ちくしょう。わかった。すまないな。
なんとか終わった。これはいらっしゃい。毎度やっぱり大きいなぁ、ブルマさんのうち。あ、来たわね。ん？どうしたんです、ブルマさん。ほら、今度ナメック星に行くじゃない？そのための宇宙船を改装してるんだけど、部品が不足してるのよね。ソン君も入院してて動けないし、だから部品の素材集めをお願いしたいのよ。なるほど、わかりました。任せてください、ブルマさん。オッケー。じゃあ頼みたいのは、
それじゃ、よろしくね。出会ってるよね。僕でもなんとか勝てそう。
あったあった。これで大丈夫だよね。ブルマさんに届けに行こう。早かったわね。これで良かったですか？うん、問題なし。ありがとね。宇宙船ババッと仕上げてみせるから。はい、よろしくお願いします。さあ、宇宙船の方はバッチリ完成よ。ごはんくん、出発の準備ができたら教えてね。出発したらしばらく地球に帰れないから準備はしっかりしておくのよ。こんにちは。こんにちは。すみません。
何でしょう。お願いします。お願いします。はい。お気をつけて。こんにちは。いや、あれ？
僕でもなんとか勝てそう。
いそ。僕でもなんとか勝てそう。こっちは違うよね。こんにちは。それでは。こんにちは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いろいろあるよ。毎度。こっちは違うよね。
よかろう。またな。でも、なんとか勝てそう。こんなところに家？誰かいるのかな？あ、行くぞ！くれた！エヴァ！やっと！それでは。はい。やったー！
ってみようかな。バレたよね。やったー、お魚さんが釣れたぞ。出発の準備はもう大丈夫？オッケー。それじゃあ私は宇宙船の最終確認をしてカメハウスに向かうわ。ご飯くんは先にクリリンくんと合流しててね。ナメック星へ旅立つ準備も整い、いよいよ出発のため一同はカメハウスに集まった。なんだよご飯、その頭。人類が初めて行く宇宙だから失礼がないようにってお母さんが。なるほどね、大変だなお前も。頼んだぞ、絶対にドラゴンボールを見つけてくれ。はい。おじいちゃん、お母さん、カム仙人さん、行ってきます。毎日お手紙出すだよ。それじゃあ出発するわよ。目的地、ナメック星。ブルマたちがナメック星に向けて出発したちょうどその頃、基地に戻り瀕死状態から回復したベジータは一味のボスであるフリーザの不在を知る。フリーザはベジータたちが地球で手に入れたドラゴンボールの情報をもとに、すでに精鋭の部下を連れてナメック星に向かっていたのだ。永遠の命と若さを我が手にするために。先を越されたベジータは焦り、すぐにフリーザを追ってナメック星に急ぐのであった。フリーザが不老不死なんかになったら宇宙の終わりだ。そうはさせんぞ、あれは俺のものだ。そしてブルマたちが地球を立ち、34日目、ついにブルマたちはナメック星へたどり着いた。
ここ僕がピッコロさんに修行してもらったところにちょっと似てる。早速ドラゴンボールを探してみるわよ。ほらほらこれ見てよ、反応がやっぱりあったのよ。ドラゴンボール本当だ、やったやった、ひゃっほひゃっほひゃっほ。クリリさん、あっちに強い木が。木？本当だ、やたら強そうなすごい木ばかりだ。それにちょっと邪悪な感じの木が。どういうことだ。大丈夫だってば。それにそっちの方向ならほら、レーダーの反応でボールが4つ集まってるところじゃない。そっか、そうだよな。なんだ、ナメック星人たちなんだよ。ビビって損しちゃったな。え？どこかで見たことが。サイヤ人の宇宙船だ。やっぱり。ごはん、気配を消せ、悟られるぞ。はい。ベジータだ、あいつしかいない。フリーザの野郎め、ドラゴンボール絶対に渡さんぞ。ブルマさん、地球にこのことを連絡したら一人だけで帰ってください。俺たちは残ってドラゴンボールを集めてみます。いいな、ゴアン。わかったわ。とりあえず亀爺さんにこのことだけ連絡する。地球に帰ったら孫君乗せてまた来てあげるから、往復で2ヶ月ちょっと待っててね。はい、2ヶ月。ん？え？そんな。ちょっと、なんでまたあれが来るわけ？いやいや、聞きたいのはこっちですよ。ありました、フリーザ様。おお、よしよし、これであと3つになりましたね。大切に持ってなさい、ドドリアさん。ベジータが狙ってるらしいですからね。はっ！フリーザ様、たった今ベジータを追ってキュイが到着しました。そうですか、早かったですね。それと少し前に現れた2つの大きなパワー反応は突然消えたままです。反応のあった地点を探らせておりますので、まもなく正体がつかめるでしょう。まあ問題は私に逆らったベジータの始末ですけどね。まったく、この私を差し置いてドラゴンボールを手に入れようなどと考えるとは見くびられたものです。ベジータであればキュイがそのまま始末に向かうはずです。あの二人は嫌い合っておりましたので、実力はほぼ互角のはずですから、どちらにしてもベジータはただでは済まんでしょう。逃がさんぞベジータ、このキュイ様が片付けてやる。孫君たちに伝えて、頼んだわよ。じゃあ、それじゃあ私は地球に帰るわ。頑張ってね。すぐに孫君を連れて戻ってくるから。クリリさん、誰か来ます。え、サイヤ人？違う、ベジータじゃない、もっと弱い気だ。多分ナメック星人だ。この辺りのはずだが、
ん？なんだ？ありゃ。ナメック星人じゃないわ。ナメック星人じゃねえみてえだぜ。何者だ？見たかよ。こいつら戦闘力なんぞほとんどねえゴミだぜ。ただの旅行客か。ま、この星にいる奴らは皆殺しにしろって命令だ。逃げられちゃ楽しみがなくなる。とりあえずあの宇宙船をやれ。よし。あ、宇宙船だ。運の悪い奴らだぜ。こんな時にこんなところへ来るとはよ。ごはん、木を解放しろ。こいつら大した奴じゃない。やるぞ。はい。こいつらの格好、サイヤ人が着てたのとそっくりだ。やっほい。うわっ。この戦闘力の数値は。フリーザ様、先ほどの2つのパワー反応、どうやらただものではないようです。また戦闘力が一瞬上昇し、偵察の2人を倒した後、再び反応が消えました。それは妙ですね。ベジータでもなさそうですし。はい、ベジータとは反応が違います。戦闘力は2つとも1500ほどでした。1500ですか。放っておいてもどうってことはありませんが、態度が良くなさそうですね。今度見つけたら消してしまいなさい。ベジータの始末はキュウイさんにでも任せましょう。クッククッ、聞こえてるかベジータ。フリーザ様の命令だ。これで堂々と貴様を殺せるわけだ。笑わせるなキュウイ。貴様にこの俺が殺せると思うのか。貴様の目は節穴か。スカウターをよく見てみろ。俺様の戦闘力の方が明らかに上回ってるぜ。やるぜ。
いたな。ザコどもが。まさか貴様の方からやってくるとはな。よほど命が惜しくないと見える。ベジータ腕を落としたようだな。その戦闘力じゃ貴様に勝ち目はないぜ。じゃあいいものを見せてやろう。この俺が地球に行った時、やつらから面白いことを学んだ。逃げ足の速さをか。戦闘力のコントロールをだ。バカな。19,000, 22,000, 22,000。どう。故障だとは思うが。ベジータにセットしたスカウターの数値が22,000を超えたあたりで。22,000だと。お前のスカウターは旧型だからな。俺ので正しい数値を調べてやる。そんなバカな。俺の新型も故障か。24,000まで上がっている。我々の戦闘力を上回るというのですか。死ね。俺とお前は互角の強さのはず。まぬけめ。この俺はだいぶ実戦で戦っていたんだ。地球じゃ死にかけたほどの戦いだった。フリーザのところでぬくぬくとしていた貴様と、いつまでも互角だと思うか。トリックホール。待てよベジータ、いいことを思いついたぜ。俺も一緒にやらせてくれ。手伝ってやるぜ。フリーザ様。いや、フリーザは俺も前から気に入らなかったんだ。悪くねえだろ。くだらん嘘をベラベラと。ほとんどムカつく野郎だぜ。ほう。ねえ花火だ。うはあ、ベジータの24,000って数はやっぱり本物だぜ。あっさりとキュイのやつをやりやがった。驚くことはないでしょう。ベジータは絶えず最前線で戦ってきたわけですしね。それにしても無謀でしたね。この私に表立って反逆し始めるとは。フリーザ様、あちらの方向にナメック星人10匹ほどの反応が。わかりました。持っているといいですね。5つ目のボール、さあ行きましょう。
うダメよ。もうおしまいだ。もう二度と地球には戻れないのよ。ブルマさん、とりあえずここを離れましょうよ。もっと強いやつがやってくるかも。まずどこかに隠れないと。ナメック星人さんの家とか洞窟とか。なんとかなりますって。きっとナメック星人さんが宇宙船直してくれますよ。いいわね、楽観的で。飛びたいとこだけど、今ダメだ。敵に見つかっちゃう。あんなとこで、いつまで暮らさなきゃいけないの？あ、クリリンさん、向こうに木を感じませんか？あ、本当だ。さっきの連中とは違う感じの木だな。今度こそナメック星人かも。あ、隠れろ。あっちから別の怪しい木が近づいてくる。ブロンさんも早く隠れて。絶対にさっきやっつけた奴らの仲間ですよ。え？行っちゃった。でも今のは一体何だったの？ブルマさん、ドラゴンレーダーで確認してください。4つのドラゴンボールが集まってましたよね。持っていたのはあいつらかどうか。そうよ、間違いないわ。今のが4個のドラゴンボールを持っていたんだ。やっぱりそうか。ごはん見たか？はい、ものすごい力を感じました。あのチビ、ベジータよりもっととんでもないかもしれない。ベジータより強いって、そんな。ちくしょう。あんな奴らからどうやってドラゴンボールを奪うんだ。